はい、始まりました、栃木フットボールマガジンチャンネルの、久しぶりの動画になるんですけども、もうちょっと画面に映ってるんで早速紹介したいと思います。はい、今日のゲストは、元栃木 SC 選手として活躍した菅和則さんです。よろしくお願いします。もうさっき事前に話してたのにいきなりモード変えてはいって笑っちゃいましたよもうほんのちょっとのね打ち合わせと、はいはい、マイクつけた方がいいですか。あ、マイクつけた方がね、そうですよね。いいかもしれないですね。ちょっと待ってください。はい、はい、はい。まあ、もう事前にやっときよって話なんですけどね。いえいえ、もう、はい、後ろのね、ちょうど僕のあの亀ヶ谷これあったんで、昔のあれですかね。2019年に怪我したんですかね。はい、ああ、そうですよね。はいはい。なるほど。これだからコロナが来る前のグリスタのゴール裏。うん、まあ、これ栃木市のクラブが持ってたこうオフィシャルの壁紙なんですけど、はい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 、ここ7番のね熱い男を思う。そうなんですよね、ありがたいことに、はい、2019年の怪我をしちゃって、そう1回目アウェー金沢戦で怪我しちゃったんですよ。はい、はいはいはい。でまあ、2ヶ月かかるって言われてて、うん、で、まあ、しっかり準備しながら1ヶ月後ぐらいにチーム合流しようと思って、はい、で練習に参加して、まあ、入ったタイミングでまたブチッて言って、はいはい、で、あ、もうこれは多分シーズン内は無理だなと思って。それは何月ぐらいの話ですか。何月だろう、金沢戦だから夏過ぎぐらいかな、9月ぐらいですかね、おそらく再発したのが2019年9月か。じゃあもうあれですね、うん、チームがもう残留ギリギリ、これは厳しいぞっていうような状況の時ですね。そうそうそう。それでなんか、まあ、栃木の、まあ、やり方としたら、なんだろう、まあ、リリースはそんなに出す必要もないっていうか、長期じゃなかったのでっていうのがあったんですけど、はい、まあ、クラブにお願いをして、でリリース出さずにイベントとか出てたら言われるじゃないですか。あ、確かに。何かしら、はいはいはい、なんかなんで出てないんですかとか、はい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 、結構もうそれがもうめんどくさいなと思っちゃったんで、はいはい、もう怪我して2ヶ月無理だってことを出してくれってお願いして、はい、それ出すことで、まあ、オフィシャルにこう動きやすいし発言もしやすいというか、うんうん、出てないやつが何言ってんだよとかなんか言われても嫌だったんで、うんうんうん、もう出してもらうことで、まあピッチ立てないけどそれ以外で、まあ、クラブのために最大限できることをやろうと思って お願いして出してもらった記憶はあります。へえ、はい、でその時に出した後にこれを、まあ、壁紙にしてくれたみたいな、壁紙じゃない、ああ、出してくれたっていう形だと思います。これね、ああ、そっかそっか、はい、なるほど。まあちょっとそんな菅さんを迎えて、はい、今日はまあ、田坂さんがこの間退任、3年間でね指揮をして退任って発表されて、はい、まあ、田坂栃木の3年間振り返る、2019年、20年、21年、うん、それで、まあ、ちょっとざっくりね振り返って、今年のまた振り返ってっていうような動画にしたいなと思ってるんですけど、はい、ってこともずっと振り返るってことですね、はい、そうです、まあ、まあざっくりですね、もう、はい、ちょっと記憶もねそうそうそうあれどっちだったっけなってなっちゃうから、正確な記憶じゃない場合もあるし、ね、まあざっくりと振り返りたいんですけど、はいはいはい、はい、まず2019年ですね。2019年なんですけど、はいはいはい、一番印象深いのはやっぱりあの最後だと思うんですよ。もう劇的に変わって、うん、まあ、ラスト4試合で、はい、こうすごいバーっていったじゃないですか、はいはいはい、なんだけどそれに至るまでの最初の30試合ぐらいの、はい、まあ、2019年は最初、うん、一体何だったのかというようなところをまあ、中にいたあの選手として、はい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 、はい、まあ、それをなんか言い表すと何だったんですか。今ちょうどね手元に2019年の戦績みたいなものがバー出てるんです、はいはいはい、開幕戦が金沢で引き分けてとか、ね、はいはい、そうそうそう、まあ、見てて本当にこうパッと見る限りマジで勝ってねえなっていう。そう、4節5節はベルディに4節初勝利したんですよ、うん、これ逆転勝ちですね。はい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 、アジスタで大島幸喜とかが決めてたかな。ほう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 、確かそうですね、結果見ると大島くんが、そうそうそう、はい、
大崎、大島、西谷、和樹と。そう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 。はい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 。大崎純也先生ゴールだったかな、確かに。そうですね。大崎、ぬくい君が左足でバーンってこう前線にフィードして、それを小栗さんが落として、純也抜け出してみたいなような形だったような気がする。はい、これ初ゴールですから、まあ、それで唇を切って、2連勝するんですけど、うん、まあ、その後ね、これ今振り返っても全然勝ってないんですよ。そうですね。5節で終わって、うん、ずっと勝ってね。まあ、その後13節のグリスタでの甲府戦 1-0 っていうゲームがあるんだけど、これはもうめっちゃ攻められてるんですよね。はい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 。甲府がシュート16本で栃木が4本なんだけど、はい。小栗さんの43分のゴールで勝ってるんですよ。そうですね。この時僕メンバー入ってるんですね。そうすね。この時メンバー入ってましたよ。あ、サブに入ってますね。はい。だからね、結構ね、この19年はね、うん、メンバー入ってる時引き分けたり勝ちが多いなっていう感覚があるんですよね。あはあ。そう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 。その後は大宮で出たと思うんですよ、僕。はいはいはい、孝太郎が退場しちゃったのかな。あ、そうだ。そうそうそう、それでナックファイブ、ナックファイブで。はい、鼻折ってみたいな。その次の試合も出た記憶があって。鼻折ったのいつですか。え、大宮戦です。大宮戦で。はい、シモビッチかな。あ、かファンマーか誰か言ってなんか、彼のこう手が鼻に当たって。途中から出てきて。そうそうそう、ああそうだそうだ、それでやってたんですよね最後まで。そう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 。でユーヒョン中心にもうガチガチ守って、ね、ガチガチに守って。はい。この時は3バックだったような記憶があって。あ、そうですね。なんかこう、うん、対戦相手に寄って、うん、相手が4枚だったらこっちも4枚とか3なら3とか。うん。なんかこう。なんていうんですかあれは、うんうんうん、そんな記憶ありますね。相手に合わせるじゃない、合わせてやってたっていう、うん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 、でなんかそれだとこうちょっと自分たちの形がどうしてもできないから、はい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 、なんかどっちかに固定した方がいいんじゃないかみたいな話を、うんうんうん、なんか選手を中心にしてた気がしますね。そうでしたっけね。いや、してた気がするな。はい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 、はい。そっか、まあでもこれね、田坂さんのこと振り返らなきゃいけないですもんね。いやいや、別にチーム全体っていうところですかね。あ、本当ですか。はい。なんか僕の記憶が正しければ、こう、つなげる選手とか、まあ、足元が上手い選手が前半戦すごく出てたなっていう感覚があって。はいはい、あ、そうですね。確かに。はい。で、僕とか、はいはい。まあその当時だと、本当、田代くんとか、あとは、ヘニキとか、うん、初め全然出てなかった記憶があって、タスクとか。うんうんうん、で、まあこの時は本当、こう出れる選手、出てた選手っていうのはさっき言ったみたいな足元がやってうまくてつなげて、うん、ボール保持できてみたいな選手が出てって、うん、で、まあ、出てない選手は本当こう、まあ、練習もなかなか一緒にできないような感覚があって、練習は一緒にできない、なんていうんですかね、こう結構分かれちゃってるというか、そうそうそう、上手い選手たちは上手い選手でこうあのチームを作るためにっていうか、はい、こうスタイルというかね、その時やりたいサッカーのためにこう練習をしっかりその選手たちでやる、まあ、やっぱりコンビネーションが大事じゃないですか、はい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 、で僕たちこう出れない選手は出れない選手たちでこうやるみたいなのがあって、その時はグランドを分けてるってこと、グランドというかボール回しとかでももうメンバリングが違ってて、ああ、そうか、なんか思い出すな、はい、確か、かなか出れない選手とかはこうボール回しでもこうメンバーが変わんなくてみたいな、あ、結構こう分かれてたような感覚があって、おうおうおう、で全然今と違うじゃないですか、まあ、1年間通して考えるとその分かれてた出れなかった選手たちが最後出て、うん、こうひっくり返したみたいなところが1年間確かに確かに、はい、のイメージは持ってますよね。で別にそれはこう田坂さんの考えチームの考えで、はいはい、コンビネーションとかいろんなことを考えてそういうメンバリングをしてたと思うし、うんうん、僕たち出れない組は出れない組で、うん、絶対紅白戦負けたくないっていう思いがあったし、悔しかったっていう思いは、あ、で絶対出たらやってやるって思いもあったし、はいはい、腐らずにやってたっていうメンバーはすごい多かったと思うんですよね。腐らなかった、まあ、田代雅也とか
あやにきとか、うん、そういうメンバーですよね。そうですね。はい、タスク動画もでそっちだったのかな。誰ですか。平岡タスクとか。ああ、タスクか。はいはいはい、はい。そう。で、結果的にね、その選手たちは最後出てたし、タスクも鹿児島戦から出た時に活躍したと思うし、ホームの。あれ、天皇杯の、うん。山形戦かな。ああ、そう。あれ決めたじゃないですか、はいはい、あのメンバーもリーグ戦とは違う、こう、ターンオーバーして、はい。で、こう、一丸になって、最後平、うん、平岡君が決めて、うん。っていう、なんか、その、なんか、まあ、考えてみたら、残り10試合につながるような厚さを持った、うん、天皇杯のチームだったんですよ、山形倒したチーム。僕も現地行ったんですけど、はい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 。僕もその時出てて、はいはいはい。で、すごく印象に残ってる言葉があって、うんうんうん、あの時のメンバーってやっぱ出れなかった悔しい選手たちなんですよ、うんうん、で僕らは近くで仲間を見てたから出てる選手たちも悔しい思いしてたんですよ。出ても勝てないって。あでずっとこう勝てなかったじゃないですかチームとしても、はいはいはい、でみんな悔しかったと思うんですよ、はいはい、いろんな立場で、うん、で現地山形行ってみんな話してたのはどうにか俺らが勝って、うん、もう流れ変えようとチームの流れ変えてやろうと、もう勝って出ようとかじゃなくてもう勝ってチームの雰囲気変えようぜみたいな、うん、チームのために俺たちをこう勝たなきゃいけないんだよみたいなことをすごくみんなで言い合ってたような記憶があって、試合前にね、試合前に、はいはい、もう監督も終わった後にはもう俺は何も言わなくてよかったぐらいのことを言ってくれて、選手たちが自分たちでも話し合っていろんなことをしてくれて、本当になんかもう熱いゲームだったみたいなことは言ってくれたんですよ。僕あれあれですよ、山形のND か、はい、ND スタジアムじゃないですか、はい、あれだから選手のウォーミングアップスペースがちょうどメディアルームの窓なりなんですよ、壁挟んで、はい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 、そしたらね、栃木の選手たちのね試合前のねこう、うん、大声が聞こえてくるんですよ、はいはいはい、ただならぬこう気合に満ちた感じが、うん、なんだこれはっていう感じで、うん、ああこれはすごい、なんかすごい試合になるぞってちょっと思ったのは記憶してます、うん、その試合。そうですね、坂田亮太も復帰して久しぶりのゲームだったし、はいはいはい、今思えばね3バックすごいんですよ、はい、おそらくカン、坂田、ぬくいだったと思うんですそうだそうだそれで相手のフォワードとか結構ごつい選手みんなで頑張って止めてましたからねそうでした、はい、そうだ。で途中からレイヤーが出てきたりとかチンが出てきてくれたりとかしてみんなで守りきったっていうようなゲームでしたね、うん、シューガーが、新井シューガー出たり、コウジさん出たり、シュンやタスクで福さん、福田さんとか、うんね、で坂木が出て点決めてくれたりっていうような、うん、こう、うん、結構みんな熱い思いを持った選手たちが出てきて、でどうにかやってやろうよっていう思いが強かったと思いますね、あの時は。うん、もうなんかそれがあれですよね、そこラストにつながるこう序章じゃないけど、うん、まあそういうのはあれが7月の頭ぐらいだったと思うんですよ確か。はい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 。まあでもそれでも苦しい状況が続いていくじゃないですか、うん、そうですね。でラスト10試合にこう全然こうパッて変えちゃうじゃないですか、こう、はいはい、やり方もそうし、メンバーも変えて、うん、あのあたりはなんか中にいた選手としてなんかどう捉えてたんですか。そうですね、なんかっていうんですかね、こう僕は一回降格を経験している選手なんで、あ僕と浩二さんと亮太がいて、でその選手たちは何かを起こさないとこのままじゃまた一緒だよって思いはすごく強かったんですよね。でミーティングしたりとか、こうまあ偉そうですけど僕がこう表に出てなんかこうチームのため戦いはない人はもうチームから出て行ってほしいとかみんな選手の前で多分言った記憶もあるんですよ。まあ本当ですか、言った記憶ありますね。そのぐらい全体選手全部集めて、ああそうです、ミーティングしようって話をしたい、選手たちだけで、選手たちだけでやってるとか、なんかそういうようなこう熱いミーティングみんなで してたんですよね。浩二さんとか話して今しようよとか、あで浩二さんが引退されるっていうのを俺は事前に聞いてて、はいはい、俺はもう言おう、みんなの前で言ってくれみたいな話もしてて、うん、でも逆にこれが本当に一つのきっかけになってまたね戦いたいっていうか、まあ、チーム一丸となってくれたらいいみたいなものもあったしっていうよう、こうみんながもがいてた時期ではあったので、うん、ちょうどメンバーが入れ替わる前ぐらいのタイミングですけど、浩二さんの引退のは全然もう後でした、残り 4,5 試合ぐらい、ね、あそうですね、発表はね、はいはいはい、
選手で言ったのもそのぐらいかな、はい、あそうですか発表する前ぐらいに言ったって感じで、なるほど、それでまでどこでみんなでミーティングしたかは覚えてないですけど、はいはい、そういうような熱いミーティングをした記憶があります。もうなかなかね、最後にメンバー変わるまでのその前あたりはなかなかちょっと一つに慣れてない感じはあったって感じですかね。みんな頑張ってたんですよ、はい、そこだけは僕はもう間違いなく言うし、監督も、うん、本当にチームを勝たせたいって思いがあったし、うん、でもやっぱなかなかうまくいかなかったっていうのは正直なところで、うん、うまくいってたら勝ってるわけで、うんうん、でまあ、監督の中で僕がこう想像するのはやっぱ山形戦のあのまとまりとか、うん、やっぱチームのためにとかクラブのために戦える選手たちがいるってことを僕たちが監督にも見せれたってことはすごく大きかったと思うし、 あれから何試合後だ、あの後って待ってだから7月の頭ぐらいに多分試合してるんですよ。そうですね、はい、でその直後にアウェーの琉球で それは 0-3 で負けちゃうんですけど、0-3で負けたんですよ。でその後にメンバーが、まあ、その後僕試合出てる。で、ね、どこら辺グリスタ山口戦。グリスタ山口戦で、僕今でも映像残ってますけど、映像というか写真が残ってるんですけど、はい、終わった後に、もう、なんだろう、こう、地面にこうやってもう泣いてるぐらい僕喜んでるんですよ。劇的勝利ですからね、ヘニキが最後、はい、アディショナルタイムに決めて。もうこの試合をもう覚悟決めてたというか。はい、もう本当にこの試合だけは、なんだろう、もうこの試合で終わってもいいやぐらいやろうと思ってたし、はい、勝たせなきゃいけないってすごく思ってたから、めちゃくちゃ熱く気持ちもこもってたゲームで、個人的なことを言うと、これはスタメンで、ああ、そうです、スタメンで。久々に出たしってとこですね、タイミングとしては。そうです、1、2、3、4、5、6、5試合ぶりぐらいに出て、はい、まあ、その天皇杯の山形戦のいいゲームが。あって帰ってきた琉球戦では負けちゃったけど、その次のホーム戦でかけて試合に出た。そうで、そこから行くとどこら辺でメンバーがバッと変わったんでしたっけ。鹿児島戦かな。今の話が山口戦が22節なんですけど、はいはいはい、メンバーがガラリと変わったらもうあれ33節、鹿児島戦か、9月の22日のイギスタでの鹿児島戦、はいはいはい、ラスト10試合のタイミングですね、うん、はい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 、まあ、ここでも大幅にメンバーをもうつなぐとかじゃなくてもう戦える、うん、もうこの頃はもう頻繁に監督田坂さんもその栃木のために戦える選手を、うん、選ぶとかそういうことをもう繰り返した時期ですけど、うん、まあ、この時はもうあれですね、もうそれこそセンターバック田代正也が戻ってきて、うんうん、前線も榊ヘニキのうん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 、変わったタイミングですね。そうですね、確かにすごく記憶に残ってますね、この試合は。3対、うん、3対1で先制してね。そうですね、でもこれこの試合勝ってメンバーがないとかって雰囲気変わったけど、意外今振り返ると勝ってないですね。勝ってないんですよ、次負けて、うんうん、引き分け引き分け負け負け、うん、それで最後のラスト4試合向かっていくから、うん、結構あれですよね、もうどうだったんですかこの頃って。もう無我夢中だったんですか。まあ、僕はもう怪我しちゃってたんで、そう、どうやって、まあ、チームのためになれるかなってすごい考えてて、うん、で何をしてたっていうか、なんだ、怪我人ってゲーム練習始まる前とかグラウンドに行かずにクラブハウスいるんですけど、もう僕毎回グラウンド行こうと思って、はい、みんなと一緒に足削りながらグラウンド行ってエンジン見て戻ってリハビリするみたいなこととか繰り返したりとか、もうなんかそれを 見た記憶がありますね、はい、どうにかチームのこう雰囲気を感じて何かできたらいいなと思って、まあ、そういうこととかした記憶もあるし、うん、なんか監督はまあ栃木のために戦える選手をっていうのであれば、僕はそこは一致立たなくてもできると思ってたんで、なるほど、はい、そういうことはしたいなと思ったし、うん、まあ、無我夢中だったってみんなそうやって思ってましたし、僕自身は何だろう、こうたられば今思えば今残留してるから言えるだろうってこともあるんですけど、うん、やっぱり落ちたことを経験して、うん、チームがまとまり始めて、うん、
ぱあの時の雰囲気とは違うなって思いはあったし、あ、そうですか、はい、なんとかこうこのチームいけるんじゃないかなみたいなのは正直あった気はします。うん、うん、意地でもそう思ってたっていうか、なるほど、うん、あの時は何もすることできず落ちていったっていう感覚があったんで、うんうんうん、まあでも残り4試合でね、そのやっぱ新潟戦で最後後半試合終了間際に、うん、田代正也コーナーからね、うん、あれそうですね、矢野さんの頭の上を越えて田代正也だったんで、そうの軸足キックですよね、あ、そう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 、はい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 あとね、なんか体で落ち込んだそうそうそう、あとこれもなんかなんか今思えばですけど、奥さんが僕沼津行くときとか、かつ試合の大事な試合の前にスイートポテトを作ってくれてたんですよ、うん、でそれ持って食いながら試合に行ってたんですよ、大事な試合行って、はい、スイートポテト子供と一緒に作ってて、はいはいはい、この時だけは田代に食わせまくってましたよね、はい、勝利のスイートポテト食え食えっつって試合前も試合前も食わしたし、試合前も、はい、試合前も持たれるじゃないですかあの試合の前日に食わせてこれで行ってきてくれみたいな感じで、はい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 、食べさせた記憶があります。最後のあれですか、福割千葉戦もそうですか、食べさせたと思います、毎回食べさせてましたわー、でもね、彼がやっぱここの新潟戦と、まあ、長崎戦は乾選手がゴール決めて、うん、最後田代選手、もう全部センターバックスけど、うん、新潟戦は有利かな、有利の スーパーミドル、あ、そうだだったかな、はい、セカンド落ちてきたのを拾ってそのまま、はい、田代正也決めて、大宮戦はスコアレスドローで、うん、長崎戦はもう開始早々の、あ、23分ぐらいかのコーナーを乾選手はヘディングで決めて、うん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 、最後福原千葉戦も田代選手のヘディングですからね。そうですね、なるほどね、今思えば全然勝ってないですね、これね、勝ってないんですよ、勝ってないけど最後の4試合で勝ち点10取ってるんで、うん、これすごいですよね、今思えばね、今思えば残り4試合の、うん、を残した時点でだからあの時40で残ったから勝ち点 30しかなかったんですよ、うんうんうん、今シーズンと比べてみても全然もう足りないですよ、山がより下ですから、そっかそっかそっか、いや本当だから、うん、これはだから追いつかれた鹿児島の立場になると、うん、ありえないですよね、確かにそうですね、あとそれで言うならば J3 の時に勝ち点10差を追いつかれて僕らまくられてますからね、うん、大分、ああそっか、あれ10差ありましたっけ、勝ち点10差あった、いろいろこう今までの経験をすべてあったあった、なんか僕はこの年は使えたのかなみたいなところはありましたよね、アウェーの大分戦に勝ったじゃないですか、あの時、うんうん、島川決めて、島川君のゴールで、はい、あの大祭、まあ、あれ栃木デビュー戦でしたね、確かに、だったと思います、僕累積で行ってなかったのか、ね、ですごい最後押されてたけど最後の最後に取ったコーナーで決めて、うん、はい、で覚えてますもん、あの試合後にね、大分版の記者の人とちょっと飲んだんですよ、はい、ですごい落ち込んでて、はいはいはい、もう来年も J3 かみたいなこと言ってて、俺はちょっと少し余裕がもう10ぐらいあるから、はいはいはい、ちょっとなんかこう余裕でまあ大丈夫ですよみたいな、俺が逆に慰めてたかもしれないです、足元をこう救われるとまさにそういうあれだったけど、そうですよね、うん、いろんなことがあったシーズンだなっていう、まあ、田坂さんのね思い出というか、や、はい、一緒で言うと本当にチームのためにいろんなものを自分がやりたいことも捨てて、うん、最後ね、まあ、シフトチェンジしてくれたし、まあ、それが結果的に残留ってものにつながったから、そこはすごく大きな決断だったのかなっていうふうに感じますし、なるほど、あの誰が悪いとかね、どうとかじゃないと思うんですよ、あの結果と、そして、はいはい、まあ、勝てなかった時に出てた選手変わって勝てるようになって出てた選手っていうのは何も関係ない、なんかそんなの、ま、全く関係ないと思っていて、うん、大事なのは、まあ、ピッチの上で勝たせることであり勝つことだったと思うので、誰が出ようがもう僕は関係ないと思うし、うんうんうん、立てなくてもすごくみんながこう練習から真面目にやってくれてたし、出てない選手もすごく真面目にやってくれてたっていうのは
僕は理解してるので、うんうんうん、だからこそあの結果が最後の最後出たんじゃないかなっていうふうには、うんうん、感じますよね。最後ね、得失点も鹿児島はちょっと失点が多くて栃木が少なかったっていうのもこう、うん、逆にねそこは功を奏したところあるじゃないですか。はい、やっぱなんか残留争いとか経験してこの間ちょっと別のライブでも話したりとかしたんですけど、一体感があって、うん、守備力があってで、まあ、全部つながってるんですけど、それで大差負けしない、うん、これがなんか最終的にこの残留争いをこう勝ち抜くには、うん、勝ち抜くっていうか最低限そこを生き残るためには必要かなみたいな話したんですけど、うん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 、これはだからこの時の栃木はまあまあありましたよね、こう、うん、最後の最後でね、ありましたありました。あの最後の福割ですごく覚えてるのが、うん、あの横にいた当時の教科の子が、はいはい、すごい高い状の結果僕に言ってきてくれるんですよ。僕も上で見てられなくなって下に降りていった感じですよね、勝手にというか、まあ、許可取って、はいはい、実写で見てて、で雄大も降りてきてくれて、うん、で2人で、あのもう僕らあの怪我してたんです、その当時2人、うんうんうん、もうピッチサイドだってもう監督レフリー怒られるぐらい喋ってたんですよ。おいとかっつってクリスタでも怒られたし、レフリーちょっとうるさいです、山本さん黙ってくださいみたいな。なるほど。で2人でこうお願いみたいな感じ言ってたら、横からもうあの試合は僕たちは勝つこと以外なかったんで、うん、勝つことはマストだったじゃないですか、はいはいはい、で目の前に集中しようと思って、ね、横からどこか町だ何点なんで負けてますとか、鹿児島何点なんですか、すごい言ってくるんですよ。うるさいって集中してんだよ、集中しろと。でなんかそんな感じで、あ勝って終わってちょっと待ってたじゃないですか、はいはいはい、であの時、まあ、僕が自分で勝手に思ってるだけなんですよ。で、はい、まあ、映像もなんかこうバックの方からこっちのベンチを映されてて、うん、映してる映像があって、うん、それを見てると、うん、もうあそこで、ね、携帯が繋がらなくなったじゃないですか、はいはい、高い城の結果が見れなくなったんです。みんなあの1万3000人ぐらいが高い城結果見始めたから、あ集中しちゃってね、そうそう、はいはいね、ブラウザが開かなくなっちゃって、はい、で更新されないですよ、ダゾーンも動かないし、はいはい、おーいってなって、でツイッターだと思って、こういう時は、はい、ツイッターパンポンパンって見てたら、はい、なんか試合終了で、で、まあ、競ってたチームは負けたって出たんですよ、はい、でそれって合ってるか合ってないか分かんないじゃないですか、うんうんうん、本当の情報かも、うん、なのに俺見て喜んでうわーってやっちゃったら、それが伝達していって選手がわーってなって、その他わーってなあ、そうなんですか。YouTube 載ってるんですけど、ええ、あの歓喜の瞬間、意外にじゃあフライングの可能性はちょっとあったって、そう本当情報が間違ってなくてよかったなと思って、こっち側のあれですよね、こうあのメインスタンド側の方から、はい、多分あれ教科の人かな、あれ、はい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 、バーって出てきてこうやってガッツポーズして、それが伝わって、はい、そうそうそう、選手がわーって、あれの時に僕その横ぐらいにいて、いて、お、勝った勝った終わった終わったって言ったら、うわーってなって、危ない と思って、今思えば危ないですけどね。いやいやいや、まあ、でもね、まあ、そうなっちゃいましたね最後ね。そう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 、そんなことはあったわけですね。でみんながねピッチの上に泣いてた記憶もあって、すごいあの試合っていうのの重さ、はい、あの時のピッチに立ってた選手が、はい、よかったって言ってたんですよ。はいはいはい、ああよかったね。で、順也とか榊とかもやっぱりあの残り10試合で試合に使われ始めて、うん、重圧がすごかったって、で泣きながらよかったって言ってたのを記憶はすごい覚えてますね。記憶それまでそうっすよね。鮮明に。あんまりこう試合に絡めてなかった選手たちが最後残留をかけて、こう戦いに行くわけだから、そうっすよね、うん、そうやったとかじゃなくて、あ、よかったって言ってたんですよね。それはめちゃくちゃ覚えてますね、僕もね興奮して試合後バーってこう記者会見とか行くわけですよ、うん、その道中にね江戸美代さんと会ってね、江戸美代さんと初めてそこでガッチってこう握手した記憶がある。ああ、そうですよね。あんな風に2人で興奮して握手したのは多分初めてだし、この先もないだろうなって思いますけど。分かんないです、分かんないです。この時あるかもしれないです、はい。いやいやいや、なるほどね。あとはね、1個だけ僕もすごく覚えてる、はい。はい。
ね、山形の天皇杯の後、うん、試合のメンバーって18人じゃないですか、はい、で20人連れてくってなって、はい、僕と浩二さん行ってるんですよ琉球に。あ、山形の後ね、はいはい、山形の後、はいはいはい、で、あの、まあ、なかなか勝てない状況、苦しい時だったので、うん、でもピッその立ってる選手たちは山形でやっぱつないでくれたみたいな思いはすごく出してくれてたんですよね、はいはいはい、行動とか発言とかからも、はいはい、でも勝てなかったっていうのがあって、なんかあの試合もすごく覚えてますね、まあ、僕と小林さんは本当に、ね、はいはい、沖縄旅行に行ったみたいな形になっちゃったけど、はい、僕らも浩二さんが率先してベンチで水とかもやってくれたし、あ、みんなこうチーム勝つためにサポートしても勝てなかったっていう記憶はなんかすごく覚えてる。そう、僕自身も悔しかったし、どうにか、ね、メンバー入りたかったって思いもあるんですけど、でもあの絵を見れたっていうのはなんか後につながってきてるのかな。ピッチ立ってた選手たちもやっぱり熱い思い持って勝てなかったけど戦ってくれたっていうのを見てたし、サポーターの人たちも、ね、残ってそこに、ね、その時の強化と僕一緒に行って話して、サポーターの方と話してで戻ってきてっていう、そのサポーターの熱さも見れたし、うん、みんな本気でこのチーム勝たせたいなっていうのを改めて、あの試合は勝てなかったけどなんか見れたっていう、うん、試合だったなって思いますね。まあその辺はやっぱりね、降格と昇格をこう経験したみたいな2人だからこそっていう感じはありますよね、うん、その辺ね、うんうん、なるほど。ちょっと2019年そんな感じで、じゃあ次2020年、まあ結果的にこれシーズン10位で、まあなんていうかな、この2019年の最後の10試合のこう戦いからこうちょっとこうブラッシュアップしたというか、うん、まあ、ハイプレスっていうのは少しこうちょっとこうスタイルとしてガンガンいくアグレッシブさみたいなのが出たシーズンだったと思うんですけど、どうですか去年振り返ってみて。まあ、よく走ったなって感じですね、練習から。練習から。うん、だいぶ変わりました、2019と20。だいぶ変わりましたね。あ、そうなんですか、やっぱ。はい、まあ、確かにそうだよね。だね、2019年はもう、この時間から練習しますよって言われたら、その時間から練習スタートできればいいみたいな感じだったと思うんですよね。お、10時からやるってなったら、はい、なんか結構、そのもう選手に任せてるみたいな感じだったんで、そうなんですか、10時からスタートすれればいいよみたいな感じだったんですけど、はいはい、やっぱ2020年からはやっぱしっかり準備してやらないとっていうような感じに な、うん、なったし、まあ、監督もそういう流ししてたと思うんですよね。なんか何分前に色とかそんなような感じでやってたと思うんで、そこら辺も変わったし、あ、規律みたいなものがしっかり生まれてきたなっていう感覚はありましたね。2019年の時によく言ってたのは、そのちゃんと練習が始まる前に来いと、うん、こう、まあ、遅くても5分前とか、あとはチームのミーティングがやるんだから早く来いっていうのを、まあ、その若い選手に伝えたりとか、うん、あのユヒョンとかも15分前に来てるぞとかね、うん、そんなこと言われてた選手がいたなと思って思い出しました、ね。うん、まあ、その辺がちょっと変わってきたって感じですか。まあ、自主性を重んじてた2019年の初めと、2020年はまあそこら辺もしっかりこうチームとしてやっていこうみたいな、規律を守っていこうみたいなところはスタートからだったからっていうふうに思います。それがあって、まあちゃんと準備もしないとだいぶ練習がハードだし、はい、ハードでしたね。だいぶハードなんですか。めちゃくちゃきつかったですよ。横さんの時と比べたらどうでしょう。横さんの時もきつかったですけど、なんか横さんの時はタイムとかじゃなくて、うん、結構自分の中で出し切るみたいなところがあったんですけど、今回完全にタイム測られたりとか、うん、そうそうそう、結構そこら辺はきつかったですね。入れないでしょみたいな、あ、もう設定とかもあったし、はいはいはい、これはあの杉本さんが来られてて、はいはい、で、まあ、いろんなフィジカルというかサーキットメニューとか走のメニュー組んでくれてて、まあでもあそこでまた一つこう自分の中で成長したなとは思いましたよね。でみんな走れるようになったし、はい、確かにキャンプの時からなんかそれみんな選手のみんなが言ってましたね、これタイム入れないんですけどみたいな。そう、入れないんですよ、誰も入れないんですよ誰も入れないタイム設定そうそうそうでも自然でも走れるようになってきますよ。それやっぱ入れるようになってくるの。
入れるようになっている選手もいたような気がします。まだわずかに何人か、はい、慣れちゃえばみたいなところが、うん、まあ、ベテランの選手はでもちょっとあれでしょ、その加味されるというか。いや僕はもう結構走ってたからあんま加味された記憶ないです。矢野さんとかやっぱそれでもめっちゃ走ってる感じ。頑張ってましたよ。あ、うん、みんな頑張ってましたよ本当に。まあ、うん、あの年、まあ、まあ去年もそうだと思いますけど、2021もそうだと思いますけど、うんうんうん、みんな、まあでも結局それがベースになって、はい、あの、まあ最初出だしからいい戦いというか、はい、なんかかなりの過密日程だったじゃないですか、はい、コロナがあって、はい、5連戦なんかもう当たり前というか、うんうん、で中2日とかもあって5連戦の中でそれでもうやりきったって感じだったじゃないですか。まあ、メンバーもね、そこまで変わることもなく、はいはいはい、うん、もうしっかりこう、まあ、なんだろう、ゲーム内容も強度も落とすことなく戦ってましたからね。うん。うん、何が良かったと思います？今振り返ってみたら。降格がなかったから。あまあ、それ、そうっすよね。はい。それ、まあ、それ矢野さんとかも言ってましたけど、今年の振り返りと、去年、はい、去年と比べて何が違うか。はい。降格がなかったっていう。間違いない。そのスタイルを切ることができるから。ああ、なるほど。はい。もう思い切り針を振り切って、尖って、はい。はい、ガンガン、まあ、背後取られようが、ガンガン行くっていうのは、やっぱ、うん、負ける恐怖というか、そういうのが、やっぱ、今年と比べると、少しこう違うだろうと。どうなんですか、負ける恐怖というよりも、うん、やっぱり降格がないっていうのは、精神安定上いいというか、うんうんうん、なおかつ、まあ、それはスタッフもそうだし、まあ、クラブもそうだと思いますし、はい、やっぱりこう負けが続く、もしくはここの試合勝たなきゃいけないとかとなると、うん、ある種守備的なというか守りの部分考えると思うんですよね、はいはいはい、けどそれがないじゃないですか、はい、だから本当自分たちのスタイルに集中することができるんですよ、相手どうこうじゃなくて、はいはいはい、それはすごい違うと思います。なるほど、うん、相手のまあそれは当然ね、相手のことも戦術もいろんなこと考えなきゃいけないけど、でも自分たちのことをやろうみたいな、いけるんです、うん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 、これは大きいんじゃないかなと思います、うん、まあそれが思い切りの良さとかにつながり、うん、っていういい感じで進んでいったシーズンって感じですかね。そうですね、うん、まあ今思えばね、もう田坂さんも来年やらないからあれですけど、なかなかこう相手のサイドバックにサイドバックを当てに行くとかないですもんね。戦術的にしんどいし苦しいことですけど、そこを思いっきりできるっていうのは、まあ、一つのスタイルを確立できたのかなと思いましたね。サイドバックが引っ張って高い位置取った時にボランチがその背後をカバーするなんてのもないじゃないですか、うんうん、でセンターバックは中にね、中に残る構えるっていうかね、はい、それはボランチの選手たちは厳きついですよね、結構ね。でもやらないと出れなかったんでね、はいはいはい、やってましたねみんな、うん、当たり前のようにやってましたね。当たり前のようにやってたっていう感覚がすごい。確かに確かに。アディショナルタイム弾とかね、柳選手の。ねえ、持ってましたよね、彼は、うんうん。かなり点取ってましたもんね。3点ぐらい取ったんじゃないですか、今日、うん、アディショナルから。途中出てね。やっぱヘディング強いですか？ヘディング強いですよ。強いでしょ、どう見ても。いやどう見ても強いですけど、やっぱ選手たち目線からしてもやっぱ強い、あ怖いんかなと。どうなんですかね、イバと比べたらやっぱ強いですか。いやー、イバはあってそんな飛ばないでしょ。飛ばないか、飛ばないから飛ばないからあれですか、体つけちゃえばとかって感じだったんですか。うん、うん、そうですね、やり方次第ではいけるかなとは。あ、まあもう田代とか柳とか接っても勝てないですから、大地とかは。あ、そうですか。勝てない、勝てないです。はい、あ、乾選手も。あ、乾大地も強いと思います。まあ、強いと思います。強いとか決めますよね。うん、あ、やっぱあれですか、こう接ってもちょっとやられる感じはあるんですか。そうです、僕はもうほぼほぼやられる感じありますよ。勝てない。俺、強くないんです、ヘディングは。あ、いや、でもセンターバックでね、出たりとかしてたいやいや、その時は、今を。ゴールキックはね、変わってもらってますか。ああ、まあ、そうね、セルトキを、はい。はい。でも、イバをこう止めて、
いや、退場した人間。退場した。退場した試合もあったけど。はいはい。あれ、何でしたっけ ?2 番に何か言われたって。いや、サンキュー、ブラザーとかなんか、前、ベストマイフレンド的なこと言われた記憶あるんですよね。退場するときに。はいはいはい、はい。で、試合後にあれでしょ、あの、そうそう。ね、いい人間ですかね。はい、握手して、はい、うんうん。今年だって、イバと、柳選手は、もう、めっちゃ、ね、大宮戦で、めちゃめちゃこう、ハードな戦いをやってたけど、やっぱ最後、なんか握手して、うん、ノーサイドじゃないけど、ラグビーの。はいはいはい。そんな絵がありましたけどね。ね。なるほど。そうっすね、2020年は。でも去年でも、ね、うん、一体感ですよ、やっぱ。一体感は間違いなくありましたね。なんかみんな言ってたんですけど、その、塩さんとかも言ってたし、そのいわゆるずっとこう、いろんなキャリアを歩んできた、来てた人たちが今までの所属した中でもこんなに一体感のあるチームはないって言って驚いてるっていうのがみんな言ってたし、それ高杉さんとかも言ってたし、それはな、すごかったと思います。やっぱり一体感はあったと思います。はい、まあ、なんでかっていうと、僕すごく簡単だと思うんですけど、はい、一体感持てる選手が集まってただけだと思います。本当にそれは簡単だと思います。なるほどね。はい、まあ、それはクラブとしても昨年度のいろいろな反省も含めて、はいはいはい、いろんなこうメンバリングじゃないけど、うんうんうん、加入させるところも含めて、うん、まあ、そういう選手たちを集めてるのかなっていうふうに思いますし、うんうん、はい、それだけなのかなって思いますけどね。ちゃんとその、はい、まあ確かに強化部の一つの指針の中にその人間性、パーソナリティのところ、はいはい、ちゃんとそれをこう、まあ、リサーチというか、で今年取った大学生とかもみんなそうだと思うんですけど、うん、ちゃんと練習参加させてコミュニケーション取ったりとか、うん、まあ、ちょっと観察をして、まあ、そこをちょっと見て、うん、でその上で判断するってことを、うん、まあ、いわゆる昔ながらの王様タイプみたいな感じだと困っちゃうっていうところは多分線引きとしてあると思うんですけど、そういう意味では去年はその辺がなかったみたいなってことですか。いや、あの個性ある選手すごく多かったと思いますけど、はい、でもやっぱチームのためにってものを持ってその中で自分の色を出そうとしてた選手が多かったかなと思います。うん、それはあれですかね、今まで菅さんが所属した中でもそういう感じはありました。所属したっていうか栃木の歴代の中でも、栃木の歴代の中だとそうですね、まあ、まとまり一体感みたいなものは一番あったのかなと。うん、まあでもこうサッカーってそれでね面白いもので、うん、やっぱり突き抜けてたり王様みたいな人がいても面白かったりチームとして回る時ってあるじゃないですか。ありますね、はい、だから何がいいかは分かんないんですけど、はいはいはい、こういい人が多かったっていう言い方ですかね。いい人間性を持ったパーソナリティ持った人がやっぱ一番多いチームだったかなと思います。うんうん、あれなんかあのそのよくメンバーに試合のメンバーに入らないと、うん、その試合当日も午前中とか練習するとかじゃないですか。はい、でそうでその時にそのメンバーで声をモチベーションを下げないというか、なんか、はいはいはい、去年なんか特にそれは田坂さんがその午前中の練習を見てそれで試合に行って試合のメンバーたちにこう午前中の練習をすごいモチベーション高かったみたいなことを伝えてっていうそういう循環、いい循環があったっていう話はまあ何回かしてたんですけど、まあそこに菅さんいたわけじゃないですか、セブとか、はい、ずっといましたね僕。はい、やっぱそこを意識してたんですか。そうですね、まあ僕個人は今までやってたこととは変わりないので、当たり前にやってただけだし、それが試合に出るために一番の近道だと思ってるんで、それをやってただけだったかなとは思いますけど、まあでも悔しい思いみんな持ちながらも、それを押し殺しながら練習頑張ってたと思うし、持論で言うと、あの試合出てない選手がそのチームの価値決めるって僕は思ってるんで、そこだけは意識しながら、出てない時の立ち振る舞いとやっぱり練習に向かう態度とか試合を見る時の態度とかいろんなものはちゃんとしなきゃいけないなと思ったんで、そこだけは若い選手には伝えたいなと思ってました。試合に出てない選手がそのチームの価値を決めるっていうのはどういうことですか。
試合に出てない選手の立ち振る舞いってやっぱりこう悔しい思いとかいろんなものあるじゃないですか。なんでだよとか、なんで使わねえんだよとか。でもそれを出しちゃうと結局それまでの選手だと僕は思っていて、それを悔しいながらも押し殺してピッチに立つために戦える選手っていうのは本当に強いと思うし、出てない選手が文句言ってるチームとか、出てない選手がチーム批判してる選手チームっていうのは絶対に強くないしまとまらない。なるほどね。だからこそ出てない選手がそのクラブの価値を決める。だからその出てない選手はにどういう人がいるのかっていうのはそのクラブの価値なのかなと僕はなんかなんとなく思っていて、はい、でそういうことを見てると出てる選手たち絶対頑張れるし、出てない選手があんだけ頑張ってんのに俺たちがって言ってくれるし、自然とそれは俺らが言わなくても出てない選手が言わなくても見てくれてるし、で出てない選手が試合に出たらやっぱりやってやるって気持ちで臨めるし、いい循環が生まれると思うんですよね。で出てて出れなくなった選手はそこでもがいてまた戻るとかっていう、なんとなく僕は出てない選手がそのクラブの価値を決めるって思って。いやでもそれ話聞いて今年の中ではそれは小野寺健也だったんですよ。話を聞く限りというかトレーニングマッチとかすごい声出してて、で彼は大学時代明治の時にやっぱりそのみんなやっぱ控えの選手たちというか試合に絡めない、まあ明治は少数生らしいのは、1学年15人ぐらいしかいないのかな、少数生なんだけど試合に絡めないメンバーがみんなその要するに準備なんかこう水汲んだりとか、あるいは高い上の審判やりに行ったりだとか、なんか先輩たちがでもそういう文句一つ言わずにあの愚直にやってる姿勢を見て、それで僕はやってきたんでっていう話をしてたんですよ。だからここでも試合出れないけどあの愚直にやってればあの必ずチャンスつかめるし、そういうその控え組の人たちでモチベーション高めてやっていかないとやり そういう練習やりたくないからっていう、で紅白戦は対敵のねあの仮想敵になるわけじゃないですか、その場合、だからそれがあの試合出る選手たちのためにもなるしチームのためになるしみたいな話してて、まあ、彼だけじゃないんだろうけど、まあ、彼が一つポイントでしたね。ちょっとその辺はどうですか、聞いてますか。聞いてないですまあでもあの試合に出た時のパフォーマンス見たりしてるとやっぱりポッて出されて活躍できる選手っていうのは常に準備してる選手だと思うし、なるほど、それは分かると、分かります分かります。あのそんなに簡単なもんじゃないですよ。何試合も続けれるぐらい、はいはい、やっぱり1試合ぐらいはできるんですよ、ポンと出てやってやろう、はい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 、2試合3試合ちゃんとしたパフォーマンスできる選手はずっと準備してる選手だと思います。全然試合出てないでいきなり途中から出場して何かしら結果残すっていうのはなかなか難しいですよね。難しいです、あの本当にただポンって出せる時はありますよ、はい、出て1試合ぐらい、あでも続かないです、ちゃんとしてない選手は、コンディションをそこに合わせるというか、それも大変じゃないですか。そうですね。でも常に準備してますから、あのああかやってる選手たちは変わらないし、やることも変わらないし、ピッチに出ようが出ない、出なかろうが、試合に立ってる立ってないっていう時間は関係してるかもしれないですけど、変わらないと思います、やるべきことは。なるほど。はい、まあでも2020年はあの、そういう意味での、ある意味こう、ちょっとチーム作りとしては成功したっていうような。感じだったのかなと思うんですけど、いろんな要因があったと思います。あってね、はいはい、でまあ引退をしてね、はい、さんは引退をして、で2021年入っていくわけですけど、はい、あ引退の話あれですか、少しなんか裏話みたいなのありますいやないっしょもう言い尽くしたかなと思いますけどね。引退、まあ、言えないこともあるし言わないこともあるしっていうところもありますけどそうですか、はい、そうですね、まああったら思い出したら何か言います、はい、最後試合出たかったですけどね、まあ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 、まあ、そうですね、そこはもう間違いないですけど、ね、間違いないでしょ、はい、前日にこう携帯で来るんです、メンバー。そうなんですか。そうそうそう、試合終わっ
前日だね。試合っていうか、まあそこはね、僕は田坂のことを悪く言うつもりも全くないし、うん、田坂さんもプロだなと思う部分で言うと、最終戦の前日の練習かな、河内であって、うん、そこでまあ、かんちゃんもキャプテンでもう引退するし、最後一言言ってよって言って、最後練習で、うん、あのプロとしてというか、あの最後の試合勝てるためにみんないい準備していきましょうと、はいはい、っていうようなことを多分言ったと思うんですよ。はい、で、まあ、その言葉でもしかしたら田坂さんは僕を外したのかもしれないし、はい、もう勝てるために勝てるメンバーを選んでくれたのかもしれないから、そこに関しては何も僕は言わないですけど、はいはいはい、まさかそこでね、僕は次の日にピッチ立つと思ってたし、僕は勝たせれると思ってたっていう言い方ですけ ど僕も勝たせれると思って準備してきてるので、もうそれはもう13年間プロサッカー選手ずっとやってたので、うんうん、毎日その気持ちでサッカーしてたし、うん、で練習で終わると思ってなかったんで、雄大とこうやってバーッと走って、うん、明日のゲーム入るかなみたいな感じで話しながら普通に家帰ったんですよ。なるほど。もう一日あると思ってたから、信じてたから。なるほどね。携帯見たら、メンバー入ってなくて、うん、入ってねえわ、みたいな感じになって。ってことは、俺、さっきのでサッカー人生終わったんだ。はい。って感じな、はい、終わり方でしたね。まあでも最後、岩田戦で、最後、2点取られて、最後に矢野さんがゴール決めて、はい、あの7ってね、はい、スタンド席に向かって、やってくれましたけどね。はいはいはい、もう涙が止まんなかったですね、あの時は。はい、あずっとね、あの映像を撮ってもらってるんです、僕。はいはい、あの知り合いの人に、はい、全く出してないですけど、あドキュメンタリー的な。そう、試合やめるって決めて。 あそうっすか。出してないんですか。練習に来てもらってとか、練習場で、まあ、子供に向けてとかサポーター向けてインタビューして、はい、思い語って、はい、で試合も前日、そして当日もずっと密着で横ついてもらって、うん、で試合終わって家帰ってっていうところまでずっと映像撮ってもらってるんですよ。それは出さない。出さないかな。そう、隠し撮りでね、僕がサッカー選手辞めるっていうのを息子に伝えた時も映像撮ってるんですよ。あ、うん、初めてですね。あの息子が真剣に僕の目を見て聞いてくれて、うん、聞きながら涙流してうなずいてくれたのは初めてでした。あ、息子ながら何分かったのかなっていう。あ、うん、パパ辞めるからねっつったら、これずっとこうやってうなずいてくれて、うん、でパパもう7番じゃないからねっていう話したら泣き始めて、あ、うん、っていう思い出はあります。だから12番になるんだよって言いました。来年からは12番だよ。まだでも7番空いてますから。いやいや、だから子供にとってはずっとね、7番見るのにパパのってつけるんですね。何かしら、やっぱり記憶がね、パパの7番、ね、もうそれ以来パパは7番とは言わない。なるほど。まあね、今後の7番になる選手かもしれない。いやもう違いますから、幼稚園の時点でも。いやうちのことは全然違うから。そんなことない、そんなことない。なるほど、はい。時間もあれなんで、ちょっと、はいはい、最後、2021年。そうですね。今年はなんか、まあ、あれですか、違いは、去年との違いは、降格があるってこと。4があるってことは、4がある、うん。去年っていうのも、今までと全く違うリーグになったなっていう感覚はありますよね。ありますか。あります。やっぱこうちょっとチラチラ気にせざるを得ないっていうことってことですか。そうですね、まあ気にしますよね。気にしますよね、うん、どんだけラインがある、残留ラインどのくらいになるのかとか分かんないですしね。でもなんだろう、いいゲームっていうか、まあ、いいゲーム、もう本当にやめてからなんで、うんうん、もうちゃんと一歩引いての評価になりますけど、うん、僕の主観もすごく入るし、はいはい、客観の部分で見てるつもりですけど、はい、主観も入るけど、でも、なんか僕が感じるのは、まあ、去年のような、こう、みんながアグレッシブにいってる試合って結構いいゲームになってるなっていうのは、はいはい、なんとなく僕は感じてましたね。はいはいはい。うん。ほら、ホームでの長崎戦も、0-2で負けちゃってますけど、うん、
結構ハイプレス行っててボールかっさらるシーンもすごく多かったと思うし、うんうん、まあ、現地で見たの結構僕現地で見ましたけど、はい、そうやってこうアグレッシブに行ってる試合の時って結構いいゲームになってるなっていう感覚はありました。はい、あ、で、北九戦も、まあ、鈴谷さんも一緒にいましたけど、うん、やっぱすっごいアグレッシブだったじゃないですか。うん、まあ、ジュニーの選手がいたっていうのも大きいと思いますけど、最後のね、最後の、なんかあそこら辺のこう、はい、なんだろう、前でスイッチ入れて、ハードワークできる選手がいて、はい、それに引きつられて、周りがこうどん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 動き始めると、うん、めちゃくちゃいいチームになってるなっていうか、いいゲームになるなっていう感覚はあります。うんうん、まあ、そこがあれですよね、生命線だったですよね。そう、去年出た秋がそういう役割をしてたのを、ね、ジュニーノが、まあ、ちょっと怪我して出れなかった時とかには、はいはいはい、まあ、そういう選手たちを当然頑張って、みんな頑張ってたんですけど、はいはいはい、そこの強度でいうとこう、その選手はやっぱり高かったのかなっていうふうに感じてますね。矢野さん、ジュニーノのこう、まあ、コンビというか、ちょっともう、うん、まあ、そこでやっぱちょっと引っ掛ける感じになると、まあ、相手が窮屈になって、うん、そう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 、まあ、みんなだってこういくっていう。うん、感じが基本ベースでだったけど、まあ、ちょっと今年少し離脱したんですよね。2、3ヶ月怪我しちゃって、うん、まあ、それもあの途中勝てない時期もあったじゃないですか、はいはい、その辺は影響あったのかなっていうのは思いますけど、まあそうですね、確かに降格4枠っていうのを気にしなきゃいけない中で、はいはい、プレッシャーもありつつ、はい、だけど やるスタイルはこうかなりアグレッシブさを出すから、うん、それが出せるかどうかっていうところで、うん、出せない時期はちょっとこうかなり、なんて言うんだろうな、そうですね、少し慎重に進めるっていうゲームも、うん、だいぶその振り幅がこっちとこっちっていう感じになったじゃないですか、うん、そうですね、それはまあいるメンバーとかもそうだし、まあ、プレッシャーっていうのもあったしっていうところな感じですかね、はい、だと思いますね。こうね、絶対に残留はしなきゃいけないしっていうのもあるし、うんうん、だからいろんな考えがあって相手を見ながら、まあ、スタッフも考えたのかなっていうふうに感じますね。あの26節か5節かにホームでダービーで群馬に 0-1 で敗れて、まあ結構衝撃的な負けじゃないですか、うんうん、ホームで群馬に負けるのは多分リーグ上がってからなかったのかな、確か。あ、そうなんですね。ホームでは負けはなかったんですよ。で、はいはいはい、だけど負けちゃったんですよ、初めてね。はいはい。それで11試合連続勝ちなしになった時、うん、次アウェーの愛媛戦、まあこの試合はもう泥臭く勝つんですけど、はいはい、はい。結構あの今年そこで、青空ミーティングというか、はいはいはい、はい。それをやって、なんていうかな、そこでまとまったっていうのがあったんですけど、うんうん、キャプテン柳選手がやっぱりだいぶ抱え出て、はい、だいぶ相談を受けたと思うんですけど、はい、キャプテンとしてみたいな、はいはいはい、どうでした様子は。いやいやいや、もう彼も素晴らしい選手でしたからね、はい。まあ、でも僕も本当こうチームにも入ってないですし、うん、こう一緒にサッカーを戦っあのプレーをした仲間としていろんな話はしましたし、はい、いろんな、まあ、アドバイスになるか分かんないですけど、自分が思ってたこととか今までやってきたこといろんなこととかを話しながら、はい、っていう時間は、まあ、柳くんとは取った記憶はあります、はい、何回か。そうですね、はい、うん、そういう話、そういうことは、うん、取りましたね、はい、あ、いやなんかね、やっぱ彼キャプテンで今年フル出場でフルタイム出場で、うん、フルタイム出場はあれですよ、2009年に栃木が J2 参入してからここまで初めてなんですよ。お、全試合フルタイムでね、はい、でセンターバックで8点取ったってなかなかないじゃないですか、うん、すごいですよ ね、うん、だけどでしかもまあキャプテン今年初めてプロとして初めてやって、はい、なんだけどやっぱそれ結構ねベテランの選手が支えてた、うん、まあ、うん、矢野選手、豊田選手、高杉選手、うん、あと上田選手とか、はいはい、裏でね、この取材するとこの愛媛戦の前に、うん、あのなんかねやっぱ柳選手がこうちょっと
なんていうんだろうな、もうこう神妙な顔つきでやっぱ練習してたのを上田晃太選手はこう察して、うん、その練習2日前ぐらいの練習後とかの終わりクールダウンするとき一緒に並走したらしいんですけど、うん、ジョグでね。でその時になんか楽しんじゃえばいいんだよって言われたことを柳選手はそれで結構なんか衝撃が走ったらしくて、うんうんうん、そうかって思った。同じぐらいのタイミングで高杉選手が今度座って、うん、スタイルとかどうでもいいから勝てばいいんだよって話をされたと、うん、でそれも衝撃を受けたらしくて、うん、結局そのなんつうんだろう、背負わないで勝つってことだけ、うん、もうどんな泥臭くてもいいから勝つってことだけに考えて、うんうん、目の前の試合に臨もうってそこでなんか吹っ切れた感じがあったらしくて、はいはいはい、で次アウェイの愛媛戦じゃないですか、うん、もう1点リードしてから試合し後半なんかもう防戦一方なんだけど、結構その時に終わった時に勝てばいいんだって、うん、なんか自分の中整理されてたものがあったらしくて、うん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 、で結局最後はもうギリギリのところで勝つんだけど、うん、もうなんか精神的なところでそこでちょっとスイッチが変わって、うん、上向けたって話したんですけど、うん、いい話じゃないですか。すごいですね。あの柳がいい時はやっぱ顔を見たら分かります。そうですか、うん、違います、違うと思います僕は。そんな違うのか、うん、それはちょっと分かんないです。あのこれも 彼に聞かなきゃ分かんないですけど、はい、あの自分のプレーに集中できてる時というか、はい、目の前のプレーに集中できてる時は調子いいのかなっていうふうに思ってはいました、ね、はい、あ、なるほどなるほど。だから結構それが最後に向けてすごく集中してるっていうか、うん、気にしないで感じはましたよね。周りにも何かキャプテンとしてしようっていう時は あまり彼にとっていい状態ではないのかなってのは常に思っていて、はいはいはい、うん、自分のプレーに集中しながらそれがチームのためになると思ってやってる時の方がいいし点取ってる、うん、感じはあります。うん、確かに、うん、まあ、あとは乾選手とかね、こうベテランのセンターバックの選手だったね。それも大きいですよね。大地が戻ってきて、はいはいはい、ね、っていうのは大きいですよね。なるほど、うん、あの同じ時期に苦しい時期にダービーで、まあまあ、やっぱ群馬戦に負けた後ぐらいにこう西矢勇気選手が、うん、そのもう僕は栃木県民で、うん、栃木をも気持ちは誰も負けませんっていうことを言ったんですよ、うん、はいはいはい、それで愛媛にその次愛媛に勝って3連勝して、山口と岡山に勝って3連勝して、うん、またホームで水戸戦だったんですよ、うん、で水戸、その水戸戦でまたその試合はもう激闘で最後スコアレスドローで終わったんですけど、終わった後にやっぱりね、あのみんなが栃木のためにっていう気持ちを押し出して戦ってくれたことに対して栃木県民として感謝したいですっていう話をしてて、うんうん、あんまりそういうこと言う選手じゃなかったから、そうですね、あ、びっくりして、で、うん、シーズン後に話聞いたらやっぱりな、ちょっとなんか自分の中変化があったというか、なんかやっぱちょっと変わってきたらしいんですよ。でその時に広瀬さん、あの菅さんとかって話してて、そういう人たちの思いをもう僕はちょっと引き継いでいかなきゃいけない、うーん、練習から全然こう手を抜かずに、あのなんか広瀬さんに言われたのもなんかあの6つぐらいあのポイントマーカーを置いて、はい、あのステップのトレーニングとかをこうルーティンでやるんだけど、それもみんな結構1個目飛ばしちゃってザーってやっちゃうんだけど、それも広瀬さんから、いや1個目も飛ばしてやるんだと、1個目飛ばさないでやればそれは1本になって、それが10回やったら10本になって、それ100回やったら100本になるんだから、それで人と差がつくんだぞみたいなことをずっと印象深く覚えてたらしくて、そういうのを自分も大切にやりたいし、やってるし、今いるこれから栃木を背負う選手たちに伝えていきたいっていう話してたんです、なんかそういうイズム、うん、どうですか話聞いて。いやー、コウジさんそんなこと言ってたんだなと思ってちょいちょい言ってましたよ、でもすごいですね。いいことじゃないかなと思いますね。その、まあ、コウジさんも苦しい時にもうずっとね頑張って やってきた人間ですし、
それを見ててそういうふうにつないでいくってことはすごくいいことかなと思います。はい、まあ、勇気も今年めちゃくちゃプレーが変わったというかすごい良くなったなって、はい、一友人としてというかめちゃくちゃ思いますね。うわ、こんだけ動けんだみたいな、泥臭くも何でもできるようになったというか。そうですね、そう、今までは結構ねボール触ってリズム作ってっていうような選手だった記憶があるんですけど、今年はねめちゃくちゃ動けるし、めちゃくちゃハードワークできるし、ね、今までのものプラスアルファできるようになってるんで相当強くなってるのかなっていうのは、ね、うん、彼がいるのといないのだとだいぶ違うかなと思って、はいはいはい、テクニカルな選手だ、選手があそこまで変わるんだなっていうのはすごい、うん、すごいですね。すごいと思います。だからこそそのさっき言われてたようなことがあったんじゃないですか、こう県民としてとか、やっぱいろんなこう覚悟みたいなものも生まれてきたのかなっていうふうに思いますけどね、うんうん、トレーニングはずっとあのそれこそ杉本さんにもらったトレーニングメニューとかで、うん、まあ、身体動作って表現してました、はいはいはい、それがこうプレスでも一度行って、まあ、追った相手がボール下げたとしたらそのままこうターンして、うんうん、二度追いして、うん、っていうのをこう中盤でこう間髪なくというか断続的に、そういうのがなんか試合に出ているのを見るとなんか、あ、なんかやっぱ努力するのって大事だなって普通に思います。継続は力なりと本当だなってちょっと思いましたよ。いや、杉本さんが言ってたことが、はい、杉本さんのことを知って来る選手って多いらしいんですよね。うん、あ、こう教えてくださいって、はいはい、J2 の選手は1回来たらもう来なくなるとか、 J1 の選手は1回来たら継続していくみたいな、 J1 って代表の選手はとかって言ってたんですけど、そうなんですか、うん、続けられてるってことはやっぱりね、上手くなるってことだと思いますし、はいはい、上に行く可能性も高くなると思うんで、なるほどね、はい、そこはすごいんじゃないかなと思います。主役君はずっとなんか怒られてますけどね。誰ですか？関本さんに。そうなんですね。お前この間言ったことがどうのこうのかっていうのはしょっちゅうなんかね、まあ、定期的に来られるから、はい、杉本さん目線でずっとこの間を置いて、その間に、うん、まあ、その選手たちの、まあ、努力というか、うん、いや、分かるじゃないですか、それ。うん、だから、大前君はなかなか、まあ、これもっと頑張らないといけないんだなっていう感じはね。怒られてるんですね。怒られてる感じはありますけど、まあでもそこしがみついてるんで、はいはい、それがいいことなんですよね。若手の、はい、まあ、西谷勇気って選手がいるんだけど、そこに大前彼とかあと松岡とか、はい、しがみついてね、こう吸収しようっていう感じはあるから、うん、まあ、それがね来季とかに実ればいいかなと、そうですね、思いますけど、うん、まあちょっと最後にじゃあその期待、これからの期待というか来期、まあ、直近来期に向けての期待っていうのはなんかどうですか？まあ、なんだろう、こうやっぱり離れて感じることっていうと、1年間サッカー見てみて、うん、やっぱ何もできないなっていうのは当たり前なんですけど、はい、やっぱサポーターとか、はい、中にいない人間って何もできないんですよ。はいはいはい、当たり前なんですけど、はいはいはい、やっぱ今まで中にいた人間からすると、はいはい、当たり前ではなかったから。なるほどなるほど。じゃあ現役復帰しかできないんですよ。現役復帰、いや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 、しないですけど応援しかできないから、はい、だからこそ、まあ、僕はなんだろう、チケットとかもいろいろね、こう自分でこう予約じゃないけどいろいろして行ってましたけど、頑張ってたり戦ってる選手見たときは何も思わないですね。はい、皆さん多分一緒だと思います。勝ち負けは大事ですけど、やっぱり戦ってて頑張ってるっていうのは、はい、やっぱりそれだけで見る価値あるのかなって思います。なるほど。なのでそこが見えるゲームっていうのは常に続けてほしいなと思いますし、うんうん、それをやってれば自然とクラブとして成長していくんじゃないかなっていう、はいはい、ふうには思います。最後カンさんの告知あります？なんか最近のないですか？ないです、ないです。あれ、1月の6日にセブンハンドレッドさんっていうゴルフ場と一緒に共同でイベントをするんですけど、はい、朝から2日間なんですけど泊まりで、はいはい、
はい、朝からサッカー教室みたいなものをして、はい、その後夜自分の考えとかを講義して、はいはい、座学伝えて次の日試合して、フットゴルフしてみたいな、はいはい、カンカズのリーが経験したものを惜しみなくみんなに伝えようかなと思って。対象は、はい、子供小4から中3まで。またねちょっと新しい活動はいろいろいろんなところでねちょっと、はい、告知されると思うんで皆さんちょっと注目頑張ります。てもらえれば実業家でいいんですか今も。いや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 活動家じゃないでしょ、だって実業、はい、活動家って前でしたけど活動家です今まだ名刺に活動家って入れてるんですか。いや入れてないですはい、入れたらちょっとやばいな、団体職員って入ってるかもしれない。あ、そうですか。いや、怪しいです。やってることはもう実業家っすよね、もうね。いや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 、そんなことないです。はい。まあ、ちょっとまた、はい、ね、こういうお話できたらいいなと思うんで、はい、はい。また今後ともよろしくお願いします。ぜひお願いします。ありがとうございました。はい。はい、今日のゲストは菅和則さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。